大相撲の元幕下、大昇流の竹内太一氏、34、が27日、相撲をコンセプトにした飲食店併設のサウナ施設、サウナ横綱を11月下旬に埼玉県川越市内にオープンすると発表した。竹内氏、大昇流、は、2005年秋場所から2021年夏場所まで置いて風部屋に在籍した元力士。弟弟子で現幕内の遠藤、 33イコール置いて風部屋の新入幕時から約8年間付け人を務めていたことでも知られている。現役最後の取り組みとなった2021年夏場所13日目には、遠藤が大関、高景勝を破った後のインタビューで、今日はどうしても勝ちたかった。わかる人にはわかると思いますと話して絆を表現したこともあった。大昇竜は現役時代、 関取昇進間近の幕下9枚目まで番付を上げた経験を持つ。首や足首の怪我に苦しんだ時には治療の一環としてサウナに通っており、引退を決意してから半年で80キロの減量に成功したのもサウナの効果によるものだった。日々、疲労やストレスを感じている方にサウナで体調を整え、明日への活力、原動力にしていただきたいです。 サウナに出会って私の人生が変わったように、今度は私が作ったサウナで誰かの人生を変えたい。そういった思いでサウナ事業を立ち上げることを決意しました。最高のサウナを作り、サウナ界の横綱を目指します。開業にあたってのコメントを発表した。場所は埼玉県川越市内で、西部新宿線元川越駅から徒歩1分。川越市は、 本場所の土俵に使われる荒木田土が採取される場所であり、今年4月に巡業が開催されるなど相撲と縁が深い。また、サウナ好きの力士や親方も多く、幕内、北斗士や十両、白王法らがサウナーとして知られている。サウナは相撲部屋の稽古場をイメージした造りになっており、中央には鉄砲柱も設置されている。併設の飲食所では、 おいて、風部や仕込みの本格、ちゃんこ鍋などの料理も提供される。